皆さん、こんにちは。ヒュージチャンネルです。ということで、今日はですね、商品紹介。むせて。失礼。むせるよ、そりゃ。むせますよ。むせるよ。もう時間も時間だ。夜だ。夜中だ。むせるよ。年取るとね、夜中になるとね、むせるんですよ。今みんな若いからいいかもしんないけどね。年取ったらむせるよ、夜中になったら。ってね、理由もなくむせる。そんなことはどうでもいい。話進めていこう。今日はですね、刑事チャンネルがお送りする商品レビュー。イエーイみたいな、そういうことやっちゃうよ。やっちゃう。商品紹介とかやっちゃうから、僕のチャンネルでもね。そんなこと今までやったことなかったような気がするんだけども、やる。なんでそんなことするか。やっぱりみんな見たいんでしょ。商品レビューみたいなもんって、ね。見たいんですよね、きっとね。楽しいんでしょ。知らなかった商品を紹介してる動画を見るのって多分みんな楽しいんだと。だから商品紹介みたいな動画をアップロードしてる YouTuber っていうのは軒並みね、なんだろう、登録者数はベラボーにやっぱり伸びているわけですよね。で、なんかそのいろいろいますよね。その、有名な YouTube やってる人たちがね、最近だと誰が有名なんですかね。まあ、それいい、そんなことは。名指しでね、誰とかって、そんなことはいいんだよ。とりあえずでもまあね、最近始めたツイッターで YouTuber 周りをうろうろしてたら、ヒカルゲームズっていう人のヒカルさんっていう人が、1ヶ月で登録者4万人だが伸びたみたいなことをツイートしてて、マジふざけんじゃねえよって感じの気持ちになった。僕1ヶ月で、まあ大体100人ぐらいですね。100人ぐらいですから、彼は40倍ですね、僕のね。違う、400倍じゃねえか全然商品紹介に行かないよ。これ俺の愚痴ばっかりでもう1分、2分経ってるけれども。もう行こう、さっさと。今日はね、とっても可愛いですね、猫のクッキーをですね、紹介します。それがこちら！ブイーン！ポコー別にボイパはやらなくていいんだよ。ボイパセットじゃないよ、商品紹介っていうのはね。なんかもうパイオニアであるヒカキンさんの真似をしちゃいすぎる人たちもいるから、別に僕らしいスタイルでやってもいい。僕らしいスタイルでやっても。じゃあ行こうか。これね、見て、もうね、もうめっちゃなんか絵がもう可愛い。猫好きの僕としてはもうこの辺はね、やっぱり、ね、外せない。で、こういうなんか丸い器に入ってて、これ北海道って書いてる。北海道って。でも多分別にね、北海道じゃなくても買えるから。きっと。おそらく。これね、北海道ってシールを貼ってるだけだから、どこでも買える。どこでも買えますね。で、まあ単純にその、クッキーなんですよ。で、ちょっと見てほしいのがね、これね、ぶら下がり猫クッキーって書いてあるんですね。ぶら下がり猫クッキーって、どういうこと？これね、リアルぶら下がり猫です。リアルぶら下がり猫。見て、この懸垂力、うちの猫の。やべえ。もうすげえぞ。ナープいける、チャーチル。おい。ナープいける、お前。まだいける？残念。果たしてこれ一体何なのかって話なんですけど、ちょっと開けていきましょう。これもうね、僕はもう開けてます。お土産でもらったんだけどね。もともと、このクッキーの存在は知ってた。もうね、かなり食ってるんだけど、こんな商品レビューあるかっていう話なんだけれども、いいでござるよね、その辺は、ふんわりやらせてくれでござるよ。もう本当にこれね。そんなわけでね、ちょっとじゃあ、袋に一個一個こう、一方一方包まれてますから、ちょっと開けてみましょうね。はい。よいしょ。はぁ。でさ、最近なんだけど、北海道も食っちゃったし、ちょっと待って、見せる前に食っちゃった、これどうすんのこれ。ちょっともう一個開ける、ちょっと待ってよ。うまいんだから。クッキーってうまいよね。なんかずっと食ってられるよね。なんか普通にさ、安いクッキーでもさ、コーヒーとクッキーやったらさ、生きていけるもん、しばらくね。ちょっとこの口の中のクッキーなくなるまで待ってもらっていいですかね。それまでちょっとさ、みんなでどうしようか。じゃんけんでもする？ブンブンじゃんけんでも。誰もしないって。バカ
か言えばブンブンジャンケン面白いよ。俺もやりてえよブンブンジャンケンよ。よしよ。よし、じゃあ、でね。はい。そう。ぶら下がり猫クッキーですよ。ちょっと見せていきますよ。こういう形のですね、クッキーが入ってるんですね。いやー、見てください。なんかね、こうやって見たら一瞬なんかカニみたいに、カニじゃねえのって思っちゃうような形になってるんですけど、これ何のぶら下がりかっていうとですね、これカップにぶら下がるんですね。コーヒーカップに。いやー、どうしよう。うちのコーヒーカップにあんまり、あ、じゃあこれでいいか。こうですよ。こう。こういうことなんですよ。ちょ、マジ可愛いんだけど、これ。え、なにこれ。こうですよ。いや、だから、こうですよ。こう、コーヒーカップがあったとして、あったとしたら、もうね、こんな感じですよ。で、こうやってコーヒー飲む。ね。で、ものすごいバランスで、こう、あれしてるから、実際にこう、コーヒー飲むときには入れっぱなし、こう、ぶら下げっぱなしは難しい。落ちちゃうからね。でも、もしもだよ。落ちちゃったじゃねえかよ。無事生還なんですけど、もしね、コーヒーさ、ね、会社とかで OL の人がさ、お疲れ様コーヒーでもどうぞとか言ってさ、こうやって出てきたらマジで俺恋すると思う。 100% 恋する。それがたとえ男の社員でも恋すると思う。そんなわけで今日の商品紹介はこちら、どこが作ったメーカーどこなんだと。なんだろう。株式会社札幌春菜堂 HBT 販売所か、これどこ作ってんだろうね。そんな詳しいことはググっていけよ、お前ら。ググってください。そんなわけで超かわいいですね、あの猫のクッキー紹介しました。これね、あの会社の人が温泉行った帰りに買ってきてくれたということで、猫好きにはたまらない一品でしたね。ということで、こんなしょうもない動画もですね、上げてしまったということで反省してます。ちなみになんですけど、私最近ツイッター始めたんで、皆さんぜひフォローしてくれたら嬉しいですね。まだただツイッターで何をやったらいいのかっていうのは全然見えてきてないんですけれども、そのうち考えてなんかやっていきますから、面白いことできたらいいなと思ってます、ツイッターでもね。はい、というわけで、ご視聴ありがとうございました。刑事チャンネルのしょうもない商品紹介でした。刑事チャンネルの動画を、ご視聴いただきありがとうございました。もし気に入ってくれましたならば、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。携帯電話スマホの方は動画の下のところにチャンネル登録ボタンがあります。パソコンの方はこの辺に登録っていうボタンがありますので、皆さんぜひコメントの方もですね、ぜひ書いていただけるとすごく嬉しいですね。動画のモチベーションになりますので、ではご視聴ありがとうございました。じゃあねー。